やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ビグマンゴの新商品、ゼブラだ。ゼブラ模様の文字通り、内部で編まれた銀色の皮膜が、くっきりと出てる外観が特徴的だな。実はこの外観のケーブルは、以前発売されていて、その時には、グラフェン鋼と線が編み込まれた、かなり特徴的なケーブルだった。ただ、今回のものは、オーソドックスな銀メッキ純銅線となっているぞ。詳細な線材の純度については表記がない。これはビグマンゴの他のケーブルでも同様だ。価格もあって、そんなにスペックを重視して買う人には向けて作られてないっぽいな。外観は特徴的。中身の方は、オーソドックス。編み方は4芯で、使われているケーブルの数などは表記されてるけど、実際手に取ってみると、平均より少し太い手触り、外側のビニール製の皮膜もそれほど厚くないので、太めの4芯ケーブル、と思っていいと思う。太いケーブルだと気になるのが、取り回し、特にケーブルの硬さだと思うんだけど、ある程度曲げると反発力を感じるものの、普通に耳からぶら下げている時に癖のせいで反発したり、空中でよれたりしない。太いケーブルの中では比較的柔らかめで、扱いやすい線材に感じたぞ。イヤホン側の端子は2ピンと MMCX に対応。2ピン端子は埋め込みに対応する部分が短めで、特に奥まった部分に2ピン端子があるイヤホンについては、対応しない場合があるかも。この点については注意が必要だ。プラグの方は、いつも通りのバランス、アンバランス端子が揃ってるぞ。詳しくない人は 3.5mm を選んでおけば大丈夫だ。今回は、機械スペックだけどもっと細いケーブルがついている、トリボーインの1ダイナミックドライバーイヤホン、ミールに組み合わせて音をチェックしてみた。というわけで音色なんだけど、ちゃんと安泰してる感じ。おそらく、線材のグレード的には、付属のケーブルから大きく変化しないんだけど、線材の単純な太さが変わったことによって、中音域以下の分厚さが変化し、より音色が力強く感じられる。とはいえ、それほど大きな変化はなく、程よい微細な変化をもたらす、アップグレード用ケーブル、といった立ち位置だ。特別何かの音色が浮き上がるようになったりすることがないので、前に使ってたケーブルの無難な代替や、それほど音を変えたくないけど、リケーブルが必要なシチュエーションにおすすめしたいな。このブランド、ビグマンゴが出した一つ前のケーブルである、サマヤーの方は、かなり個性の強いケーブルだったんだけど、今度は打って変わって音色としてはかなりオーソドックスなところを攻めた仕上がりのケーブル。強いて言うなら、体感で変わったところは、中音域以下の分厚さ。それから、バランス化したことによって、それらの音の厚みが出ても分離感が保たれてるところだろうか。変に伸び伸び変化させたくないけど、アップグレードはしたい。そんな需要にぴったりな、線材はほとんど変わらず、分厚いケーブルに変化して、標準的なケーブルの味を消さない。でもってそんな変化量でも試せる値段と、ちょうどかゆいところに手が届く一本だ。外観的にも、ほとんどのイヤホンに合わせやすく、それでいて大きく印象を変えるので、無難かつ着実で、ローコストなアップグレードを狙う人におすすめだぞ。弱点は、ちゃんとしてることだろうか？ろくでもない標準ケーブルが付属する場合を除いて、基本的に、大きな変化は望めない。ただ、確実な変化はあるので、そこら辺の細かな変化を許せるか、望む人以外は、より飛び道具感の強いリケーブルに走るべきかもしれない。そこら辺は今後、ビグマンゴのケーブルも拡充していくだろうから、そっちに期待だな。何はともあれ、悪くない。特徴的な外観、ちょうどいい値段、堅実な音質、こういうちょうど良いケーブルをお持ちでない人に、使い潰せるアップグレードケーブルとして、検討の価値ありだ。こんなところだな。意外と飛び道具ばかり掴んでると、時折真っ当なケーブルが欲しくなるもの。ゼブラは一見特徴的な見た目と裏腹に、真っ当なケーブルに入るんじゃないかと思う。長時間聞くイヤホンにはこういうケーブルを組み合わせたいところだな。といったところで今回はここまで。